はい、レオンです。今回は BOCW スタンドオフ24分の7のハードポイントで遊んでみたいと思います。今回パーティーなしの全員のラーですね。今回もね、この引き続き松井ジュニアのクラスで MP5 ウルトラ設計図にね、アーロンシャドウハンター、スティームショット、セムテックス、センサーマインのクラスで暴れてみたいと思います。はい、頑張るぞ。これもうちょいで レベル50になるんで、そしたら変えないでいいか。セムテックス、ここでハードポイントだよな。ちょっと点差をちょっと開いた方が。ハードポイント強行中。アメリカさん敵と思ったのに入った。ミッキール、ここの上にもいるな。セムテックス、よし、なんでお前ここにいるんだよ。ああ、上か。あの上強いんだよ、結構な。ハードポイント占拠。ハードポイント特定。ハードポイント移動した。ハードポイントを取った。よしよし。ここ上にもいるだろう。あれねえか。あ？リロードしとこう。あ、味方びっくりした。上上、あ、いった、うまいな。ああいう伏せ打ちで優位を失った。セムテックスを使う。うまい。敵のスナイパーだ。セムテックス、あ、いった。次の移動し、あれだな、目標にセンサーもやっとこう。敵がハードポイントを奪取。まだ良いでしょ。ハードポイント占拠。あ、ここか。次のハードポイントがここになってるのか。お、引っかかったぜ。あ、なんか並んでるな、結構いい試合だ。死にさい、こっち行け。 RCXD バンバン使ってくれ。俺やったぜ。中に入ったか。足な、上、よし。クロスボウ結構強いよね。あ、ここにいるのか。あれ、あ、向こうよくないんだよな。結構強いんですよね、向こう。あの、キッチンのところ。セムテックスを使う。こっから来るな。何すんだ、ヘッドショット。あば、ちょっと今言ったらやられるな。ああ、負けてんの、もしかして。あ、並んでるな。結構いい勝負だ。センサー甘い。ハードポイントを特定。ハードポイント、ハードポイントを確保。この辺投げといて。最初のハードポイントに戻ってるの。セムテックスを使う。あ、あった。あ、引っかかった。ハードポイントで競合が起きている。センサー前に引っかけようか。この辺に置くか。引っかかるんじゃない。我々が冷静だ。
か。ダメだ、ラケットか。16キロ。引っかからない。よしよしよし。全面装填。次は？ん？いる？よしよし。もっと来るぞ。くたばったな。左にいねえか？いない。あ、まだいたか。デスマシンがまだすか。でよ。ここにいるよ。あ、そうな。トロフィーやってんだ。トロフィーやってる。負けそうな気がする、なんか。負けてるな。デスマシンか。チャレンジやってるんだろうな。こっから行こうか。おうわ。死になさい。あ、デスマシン来るぜ。こいつによくやられたんだよ、俺。あいつは終わりだ。デスマシンがいける。上空に敵のケアパッケージ。敵の偵察機が接近。ハードポイントで競合が起きている。デスマシンやるか。デスマシンをぶちかます。危ねえ。敵のセットインターネットが稼働。ここにいそうな気もするんだけど。戦域内に敵のセントリーターネットが。よしよしよし。投げて。ダメだ。2キルしかできなかった。ケアパッケージ。ハードポイントを特定。ハードポイントを確保。ケアパッケージでなんか強力なの。ハードポイントで競合が起きている。敵のセントリーターレットが稼働。あれ、ケアパケがどこに行ったの。もしかしてこれ敵のナパーム爆撃が来るぞ。あれ、ケアパケ上に落ちたの、もしかして。あー、困るな。あ、上に落ちてるわ。これ取れないよね。競合が起きている。無理か。ダメみたい。間違えた。最悪だわこれ。 RCXD を操縦する。あの矢になってると思わなかったな。おお、ダブルキル。考えないよ。死んでたね、多分。あ、ケアパケアでちょっと困るな。勝ってたのに負けてるじゃないか。ちょっと俺ここリモルも。ハードポイント強行中。ん？ガスマンやってるのか。あぶ。やめ、ほんとね。あと1キル、あ、30キルいってんのか。あ、上。ハードポイントで強豪が。あ、そうだね。危ね。負けるわけにいかない。ハードポイントを取って、敵がハードポイントを出し。センサーもやっとこう。センサーもに強いよ。ガス前も強いけど。負けたな、これ。この目標ちょっと取らないと。厳しいもんがあるな。トロフィーやってるみたいだ。
ルスリーだろ。あの女は終わりだ。次どっから来るか。あ、右から来るかな。か。セムテックスを使う。左にいるが。ハードポイントを識別。ハードポイントで強行が起きている。スナイパーレフか。接戦じゃないか。今ので結構追いついたから。クロスボウ使うってやるぜ。最後は女を消した。トロフィーシあ、終わりだ。負けた。勝ってたのにな。搬送地点に向かえ。負けちまったね。全チーム退却しろ。あれケアパケがね、ちょっと屋根に屋根あると思うかったんだ。あれどうもしよかったよ。デスマシンもあ、だもうハードポイントがいいな。でハードポイントの場合はデスマシン出す場合もあの目標のポイントを見極めてからがいいですね。今みたいなところがいいですね。室内のハードポイントになってる人がやりやすい、今人それぞれやりやすいところがあると思うんだけど、結構すぐやれるんで強いんだけどね、重いんでね、あの重量があるから機動性がないんで260ダブル XP だからめっちゃ上がるな。こういう感じで36キロ26です。プラス10の比率 1.38 ですね。まあ普通ですね。あ、レベル上がったな。52にグルービー迷彩解除。弓矢ってなんだ俺。あー、そっか、コンバット棒使用中の敵を切るっていうやつか。こういう感じ。ポチドカンバック前段装填乱射かける2キルしかやってないのか。厳しいね。え、いいけどね。まずはこれちょっともうレベル50になったんだな。あ、サイトか。あ、これか。3倍アクシアルアームズ、アメリカ製の 3.0 倍スコープ、ミルドット製の照準線はより長い距離での照準に特化で迷彩、ちょっとあグルービー迷彩っていうのが、ちょっと待ってよ。こういう感じでこれグルービー迷彩ですね。マルチプレイで2人以上の敵を素早く5回切る。こういう感じ。クロスボウもこれ R1 シャドウハンター武器レベル最大に、あともうちょいなんで、今33なんで、レベル35でマックスなんで、で使わなかったけどね、クロスボウは。80年代のこれ進んでないな。これも進んでないみたいなんだけど、あ、これ進んでる。対戦勲章っていうのが多分ね、あの前段装填っていうのじゃないかなと思うんだけど、あと1回で終わりますね。これ2キルしかできなかったね、デスマシンで。あともうちょいなんだけどね。ああ結構上がったね。はい、以上にしたいと思います。あ、チャレンジは今もうあとほとんど終わってるから、ハードコア一応あとでやろうかなと思って。はい、以上にしたいと思います。今回ねこの松井ジュニアクロスの MP5 のねウルトラ設計図出ない、出たで R1 シャドウハンターにスティムショット、セムテックス、センサーマインで、パークがエンジニア、ブラックジャケット、アサシン、リストックで、コールドブラッド、スパイクラフトで、パークグリードにスコアストリーク構成が RCXD ケアパッケージデスマシンというカスタムでね、このスタンドオフ24分の7のハードポイントで遊んでみました。
あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。